はい、今日はですねこのホタテをね焼いていきたいと思います。はい、今日はですねこのホタテを焼いていきたいんですけれども、今日はねこの100均で買ってきたこのバーベキュー用のねミニ鉄板を使ってみたいと思います。はい、またさらにねこう袋に入って梱包されてます。でねこれ1回鉄板なので1回から焼きをしなければならないっていうねことなので、ね、これも一応使用方法の中にねから焼きが書いてあるのでね、これもちょっと見ながらやってもらえばいいなと思います。で今日はねこの固形燃料を使ってやっていくので、今日はねこれをねちょっと初めて使うんですけどね、こんなフィルムがねまだ貼ったままなんですけど、ちょっとこれも剥がして、はい、じゃあねちょっとね準備の方していきたいと思います。またさらにねここにフィルムがね貼ってあります。これ1枚ね、これは錆びないようにね油がついてます、ね、でちょっとこれ洗剤でね洗ってから焼きしてねいきたいと思います。はい、今ねこれ洗ってきました。でこれをねいつものコンロでちょっと炙っていきたいと思います。ちょっとこれだと乗んないのでね、とりあえずね水分飛ばしました。これに油を少し薄くね塗っていきたいと思います。よくね鉄板は育てるって言いますけどね、はい、ちょっと少しずつねこれなじまして、こんな感じですかね、はい、これでちょっとね避けていきたいと思います。はい、今回ねこれさっきあの青いのついてたのでね剥がしましたけど、これにこの固形燃料ね使っていきたいと思います。でねさっきのこのフライパンもねここに乗っけてこのねホタテを焼いていきたいと思います。はい、これで今つけましたね。でこれで鉄板を乗せていきたいと思います。でこのねホタテちょっと凍ってるのでねちょっと早めに置いていこうかなと思います。でこういう場合ねあの火力調節ができないのでねちょっと難しいんですけど、でこれを使ってねいきたいと思います。ちょっとねこれ色が変わってきたのでちょっとこれ本当は良くないんですけど、ちょっとバター今ちょっと多めに出ちゃいましたね。バターでちょっとなじませていきたいと思いますね。ちょっとねこれ一回拭きたいと思います。ちょっとねホタテ乗っけていきたいと思います。ちょっとねバターも乗っけていきましょうか。ちょっと凍ってるのでちょっとね早めに乗せていくやつも、まあ、端っこの方でね、
人で、ね、やっていくにはちょうどいいかもしれないですね。こうゆっくりとね、ちょっと1個目塩でいってみたいと思います。これ冷凍ですけどね、ちょうどいい感じで焼けてます。これでね、でちょうどこっちはね醤油、醤油がやっぱ合いますね一番ね、まあ、塩でも十分美味しかったんですけど、そもそも下に引いてるバターが良かったかもしれないですね。でもこれコツとしてはもう空いたスペースから置いていくっていうのがねいいかもしれないですね。やっぱね醤油が一番いいかもしれないですね。合います、これ醤油がね。このホタテやっぱね、こうバターがちょっとたっぷりあった方が美味しいかもしれないですね、これね。これ結構持ってるので、ね、まだ他に今度からシーフードミックス買ってきても焼き切れるかもしれないですね。まだ5分の1ぐらいしか使ってないので、ね、これぐらい焼くんだったら十分持ちますね、この固形の燃料もね。ね、20分から23分って書いてあるので、これだともうすぐ焼けてしまうのでね、もういろんなものもせっかくなので、いろんなものがね焼けるように食材の方を用意してもらった方がねいいと思います。これおすすめです。